顧客収益性は指定された期間に顧客にサービスを提供することで会社が生み出す利益である。具体的には指定された期間の顧客との関係から得られる収益と費用の差となる。フィリップ・コトラーによれば収益性の高い顧客とは広告販売とサービス提供にかかる費用を十分超える収益源を生み出す個人、世帯、会社のことである。 顧客の利益を計算することは、どの顧客との関係が他よりも優れているかを理解する上で重要なステップである。多くの場合、会社は採算が取れない顧客との関係があることに気づくだろう。これらの顧客がいなければ、会社はより収益性が高い可能性がある。 一方、会社は最も収益性の高い顧客を特定し、これらの最も収益性の高い関係を継続するための措置を講じる立場にある。ただし、顧客を放棄することはデリケートな観光であり、企業は常にそのような行動の対外的な影響を考慮する必要がある。顧客収益性は利益というビジネスコンセプトを顧客との関係に適用した結果に過ぎないが、 企業の顧客の収益性を測定することで多くの場合、有用なビジネス洞察を得ることができる。顧客収益指標の目的は個々の顧客の収益性を特定することである。企業は通常成果を総合的に見ている。企業内でよくある言い回しは良い年でした。ビジネスユニットは40万ドルの利益を上げた。といったものだ。より顧客を意識して、 顧客に2.5ドルの利益を上げたなどの平均値を用いることもある。これらは有用な指標だが、すべての顧客が同じであるとは限らず、さらに悪いことに一部の顧客が不採算であるという重要な事実を見落とすことがある。簡単に言えば、平均的な顧客を測定するのではなく、各顧客が収益にどのような貢献しているかを知ることで、多くのことを学ぶことができる。 多くの場合、会社の最高の顧客のごくわずかな割合が会社の利益の大部分を占める。これは顧客間の収益性のばらつきの当然の結果であるが、企業は最良の顧客が誰であるか、そして彼らが企業の利益にどれだけ貢献しているかを正確に知ることから利益を得ることができる。同時に企業は収益性が最悪の顧客は、 実際に提供する収益よりもサービスを提供する費用の方が多くかかることに気づくことがある。これらの不採算の顧客は実際には会社全体の収益性を損なう。顧客収益性は指定された期間中に顧客との関係から得られた収益と顧客との関係に関連する費用の差である。そのため収益と費用のそれぞれを特定する計算を行う。 顧客収益性を測定する際の最大の課題は、顧客への費用をどう計算するかである。通常、各顧客からの収益は明確に追跡できるが、企業が各顧客にサービスを提供するためにかかった費用は全く明確でないことがよくある。各顧客にかかった費用の計算に活動基準原価計算を使える場合がある。 顧客へのサービス提供に直接関係しない費用の構成要素について顧客収益の合計が会社の営業利益と一致する場合顧客利益の計算はこれらの費用を顧客に完全に割り当てるために何らかの方法を使用する必要がある顧客費用でない費用を顧客に割り当てない場合は顧客収益の合計は会社の営業利益よりも大きくなる他の利益指標と同様に 顧客収益性は過去のデータで前の期間に起こったことの財務的な要約である。そして過去にあったことはしばしば未来にも起こり得るが逆に過去に不採算だった関係が将来に採算が取れるようになることも起こり得る。顧客にサービスを提供することによって得られる価値の将来を見据えた尺度は顧客障害価値と呼ばれる。不採算の顧客でも お客障害価値が高くなる可能性がある。ありがとうございます。